夏秋サンデーサプリ。はい、姉の夏子です。妹の秋子です。二人合わせて夏秋です。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、この番組は日曜日のお昼に夏子秋子がありとあらゆるゲストの方をお招きして、あんなことやこんなこといろんなことを聞いちゃおうぜという番組です。はい、そしてこの番組では皆さんからのメールを大募集しております。はい、こちらにありますアドレス sd.sapri@gmail.com sd.sapri@gmail.com、 こちらまで番組に対するご意見ご感想、そして一番送っていただきたいのがご自分の携帯のカメラで撮られた自撮りのスマイル写真、こちらを送っていただきますと1000枚集めて夏秋の顔のモザイクアートにしちゃおうぜという働きがありますので、はい、最終回といえどね、まだまだ諦めてません。そうなんです、まだまだ諦めてないですし、今現在何枚ちょっと送っていただいているのか、はい、私たち自身もわからなくてですね、ちょっと番組の最後か何かに発表してもらえるのかなと期待を含めつつ、皆さん送ってくださってますよね。手を挙げてくださった方1名。はい、はい、そしてこちら番組放送終了後にエクストラタイムというのがございまして、スタジオに遊びに来てくださったお客様と有料会員登録してくださった皆様にお聞きいただける夏秋のスペシャルなトークがございますので、こちらのエクストラタイムもぜひぜひご登録よろしくお願いします。そしてこちらじゃじゃん、天才夏子画伯が書いたいたずら書きがプリントアウトされました番組特製オリジナルグッズも販売しております。こちらのポロシャツはピンクとこちらのブルーと黒の3色になっておりまして、お揃いのデザインでハンドタオルも発売しております。最終回ということで今日しかこちらのグッズも手に入れる機会がございませんので、ぜひぜひお買い上げいただいた方には夏秋の直筆サインもさせていただいておりますので、こちらのオリジナルグッズもぜひぜひチェックしてください。よろしくお願いします。はい、というわけで最終回にふさわしいあの方がゲストに来てくださっています。お楽しみに。はい、それでは夏秋さんデサプリ始まるよ。夏秋サンデーサプリ。それでは早速本日のゲストさんを呼びしましょう。ゲスト大山愛美ちゃんです。どうぞ。どうもどうも、やっほーやっほー、どうぞどうぞ。ありがとうございます。愛美よろしくお願いします。というわけで、愛美のね、一人だけ雑魚が何これ、なんでアイミだけこれ低いの。すいません、放送事故です。放送事故です。これなんか椅子と身長が低すぎてこうなんかやたら視界がね。そうね、いやなんかさっき面白かったのが、アイミンがあの楽屋が隣だったんですけど、マネージャーさんと一緒に楽屋入りして、私たちの番組のプロデューサーさんとご挨拶終わって、でプロデューサーさんがアイミンに向かってなんか思ってたよりもこじんまりとしてるね。いい意味でよ、いい意味でね。小柄タイミングがいい意味ですよね、いい意味ですよねって返して、ずっと言い聞かせるから。すごいそれが面白かったの。はい、今日はよろしくお願いします。お願いします。
ます。という感じで、はい、アイミンが登場とともに、はい、同時に流れてきたこのポップチューンの上げ曲、はい、タイトルはこれはですね、うん、パーティードラゴンというねタイトルになっていまして、なんでみんなクスクス笑うんですか、ね、パーティードラゴンですよ、うんうん、この曲ですね、先月リリースされたばっかりで、うん、はい、皆さんダウンロードしてくれてましたかね、あれまだまだまだ あ、でも成長結構うなずいて、ありがとう、すごい嬉しいですわ、めちゃくちゃいい曲じゃん、マジ、うん、結構 SNS のみんなにも、うん、なんか聞いてよ聞いてよ、私結構連絡したんですよ、うんうんうん、そしたらみんなかっこいいねとか言ってくれてて、うん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 、すごい、でも私も自信持って、うん、もうかっこいいぜって思ってたから、うんうん、もう早く聞かせたくてしょうがなかったので、うんうん、本当にねこう発表できて嬉しいですね、なんかアイミンらしいなんかそのパーティーピーポーの感じみたいだよね、マジ、うん、結構それイメージして、結構世界観とかも全部この作っていただいた方に相談とかいっぱいして、その私のやってほしいことをこう曲にしていただいたって感じになったんで、もうめっちゃ満足、大満足、大満体、はい、もう合ってる、大満体、あれ間違えてる、あ、じゃあその作詞作曲に関してもかなり作り手の方と話し合って、うん、そうですね、結構作戦会議しましたよ、うん、作戦会議作戦会議、大山あいみこうプロデュース作戦会議みたいな、そうですね、ほんと新曲会議めっちゃこうやって、うん、で出来上がったって感じだったんで、うん、もう本当に気に入ってます、うん、はい、これ早くパフォーマンスして見せたいなって思ってますね、うん、そうだよね、パフォーマンスもこれにつくんだもんね、そう、結構ダンスとかも結構ガッツリやろうと思ってるので、うん、めっちゃもう早く見せたいですね、なんかさ、あゆみんさ、卒業する前もすごいさ、踊りも歌も上手くて、うん、SDN のダンス番長だったけどさ、待って待って、ソロになってさそれ盛りすぎじゃない、ちょっとなんかさ、すごいよね、うん、大山あゆみっていうさ、うん、キャラクターも自分でこうしたいみたいなさ、うん、なんかパワーみなぎってない、マジで、うん、いやでもみなぎんなきゃマジやばいじゃん、マジやばいよね、マジやばいじゃんね、うん、もううちら24になるでしょ、二人ももうすぐね、そう、結構マジさ、うんうん、燃えたぎってる、燃えたぎんないと、ね、今年こそはっていう、結構みんなね、うん、熱があると思うから、うん、そうだよね、負けられない戦いですよね、もうね、これは顔つきがもうね、あいみんがもう目がマジギロッギロ、多分まだ10時だからだと思うよ、うん、あ、そっか、うん、私午後担当だからさあ、もうちょっとしたらちょっと調子乗ってくるんだよ、いや、しかもなんて言っても我々平成元年生まれで、ね、SDN の中でも少なかった同級生チームっていうことで、うん、ね、一番だって最年少、そうだよね、分かったよね、いろいろね、ちょっとその話を切り崩していっちゃ う、ね、なんといってもでも私一番すごいなと思うのがあいみん、こちらのシングルも含めて7作連続配信リリースを今年いっぱいを、はい、メドに、そうなんですよ、されるということで6月スタートで、うん、7作連続で、うん、配信リリースをすることになりました、うん、ものすごい精力的だよ、ありがとうございます、ドゥーもドゥーも、ありがとう、それさ、うん、はい、高田久美さんと同じ、うん、やり方だよね、昔流行ったよね、中学時代に、うん、なんか連続でね、リリースして、うんうんうん、まさかね、自分もこんな7作連続で一気にこう曲を出せるって思ってなかったから、うん、いや聞いた時はマジ倖田來未さんじゃんと思ったの、一瞬、うん、え、大丈夫かなと思ったんですけど、うんうんうん、こういうチャンスいただいたからね、うんうん、せっかくだから、うんうん、すごいいい曲をみんなに届けられたらなと思いますね、うん、もうじゃあ一曲一曲魂の曲なんだね、え、マジで入ってる、そうだよね、マジね、魂入ってますよ、その1ヶ月ごとに本当、うん、その打ち合わせして次の作品にやってくる、そうね、もう、うん、もう早い段階で結構打ち合わせとかしてるんだけど、ギリギリだとね、いろいろ焦るので、うん、そうだよね、しかも季節感とかも入れてかなきゃいけない、そうですね、そこも考えながらの曲作りになるから、うん、そのね、あいみん7作連続リリースのうち、うん、続いての曲もちょっと、うん、あの聴かせてもらえるということで、お、準備の方はよろしいですか、そう、はい、では2曲目お願いします、これ結構まだ公開してないんで、うん、え、初公開、公開はしてるんだけど、ほら、うん、発売がまだなので、うん、そう、結構多分初めて聞く人がほとんど、うん、本邦初公開、うん、ちょっとこっちは大人っぽい感じだね、そうですね、うん、バラード系な、バラード系、タイトルはタイトルはアンブレラっていう、アンブレラ、例えば寝そうもし君が未来を恐れるのなら、この胸の中で一晩中泣けばいい、空はいつだって今日を明日に変えるから、
大人の曲ですよねこれパーティードラゴンのちょっとさ、ね、キャラクター変えすぎじゃん、うん、一点変わって余裕、うん、だねマジ、うん、めちゃくちゃいいじゃん。今回はこの曲に関しては、うん、本当にそのパーティードラゴンが結構勢い系だったので、うん、結構今回は詩にもすごくこだわっていて、うん、もうこの曲聴けば元気になってくれたりとか、うん、あとなんか、ね、寂しい気持ちになっても私がここにいますよみたいな、うん、結構その応援ソング的なことにもなってて、うん、結構ガチいい曲なんですよこれ。ワンコーラスしか今まだね聴、うん、いてない感じなんですけど、やばいっすよ。いやこれエンディングに行くにつれてマジやばいっすよ。エンディングもマジやばいんだ。マジやばい。じゃあこれはもうここで終わりじゃないからマジで、うん、こっからよ。こっからこっからの波半端ないから。じゃあそれを配信していただいて、ぜひラストまで、うん、ラストまでね見ていただいて、ラスト聞かないと。あ、来ちゃうけどラストがね。まあそんな感じで、ちょっとアーティストアーティスト発生からしてさ、うん、もうさ2曲目と1曲目全然変えてやってるでしょう。もうなんかそんなことないけど、もうなんか女優モード。でもそうですね、やっぱ歌い方はね一応心込めて違うやり方も多分ありますね、うん、確かに、うんうん、なんかこの曲すごい夜ね、うん、なんかドライブとかしながら聴いてほしいかも、ね、素敵な人と聴けたら超最高なテンポで、本当にそういう思いを込めて作った曲だから、本当に落ち込んだ時聴、うん、いて2人も、ぜひ聴かせてもってか配信ダウンロードさせてもらいます。してして嬉しい、うん、なんかもう本当にアーティスト大山亜美として成長しまくりすぎて焦る、うん、置いてかれないように。いやでもやばいでしょ、マジ本当になんか変わったね亜美てか元々もともとファッションがもう、あでもなんかやりたいことをやれてることがすごいやっぱいいのかも、うん、うん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 、うん、なんか自分がすごいやりたいことをやれてるから楽しいし、なんかただ進むしかないって今思ってるから、うんうんうん、そうだね、はい、その上でさ作詞も自分でしてるっていうのがすごいな、うん、そうファーストの方はね今回は全然違うんだけど、うん、ファーストは自分で書いたり、でもこの何作の連続の中でも自分で作る曲もあるので、うん、これから、はい、じゃあそれが何ヶ月後にリリースかされるかも楽しみだね。そうですね、そうですね、待っててもらいたいなと。ほんと一曲一曲結構本当に活かしてる感じなんですよ、うんうん、でも、うん、あいみんとさこうやっておしゃべりしたり一緒に仕事してるとさ、うん、なんか普段さぼーっとしてたりするけどさいつ作詞作曲とかしてるのかなって思うので、うん、CM 明けちょっとそういう創作ぜひぜひ活動についても聞きたいと思います。はい、はい、というわけで一旦 CM。夏秋サンデーサプリ、はい、というわけで本日はゲストに大山亜美ちゃんをお呼びしております。どうもよろしく。この7作連続リリースの話もにもいろいろ話聞いたんですが、はい、何はともあれ8月にワンマンライブがあるんだって。そうなんよ、これはビッグニュースですよ。そうなんですよ、そうなんですよ、ありがとうございます。大きな一歩ですよね。マジ大きな山よこれ。山ですよ、壁よ、本当に山よ、うん、どうなのどうなの、塗り壁を、え塗り壁、塗り壁は違うわ。マジでやばいですよ。場所は渋谷グラッド。あ、そうなんですよ、うん、渋谷グラッドさんで、うんうんうん、夜の19時からスタートしますね、うんうんうん、ライブ自体は。はい、こうタイトルが A パーティーというタイトルになっていて、うんうん、まあみんなで
どんちゃん騒ぎしたいねっていう意味も込めて、うん、まあ、私と A とパーティーしようっていうことで、うん、でサブタイトルにラブピース&リスペクトっていうのをつけてるんですよ、うん、でやっぱラブとね、うん、平和と、うん、なラブ&ピースってあるじゃん言葉が、うん、でもリスペクトをどうしても入れたくて、うん、なんかみんなにありがとうの気持ちとか、うん、そういう意味とかも尊敬とかも込めて、うん、リスペクト入れちゃおうよみたいな感じで、しかもあみの庭である渋谷で、はい、そうなの、絶対渋谷でやりたかったから、それは嬉しいですね。もうさ、ライブの前にハチ公回ろうツアーみたいな感じでオプション企画ツアーとかつけてどんなオプションやどんなオプションや、でもそのオプションいいね、うんうん、ちょっと採用ですわ。そのライブのワンマンについても話し合ってることとかあるの、うん、いろいろこんなことしてるみたいな。でもそうですね、結構いろいろ今回こだわってて、うん、まずマジ本当に一回やっぱ SDA の48っていうグループにいて、うん、なんかアイドルっていうくくりにちょっと入ってた部分あったじゃん、うん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 、だけどちょそこはもうダッツみたいな、うん、ダッツして卒業、そう、うんうん、もうなんかアーティストの部分をすごい見せたいから、うん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 、結構楽曲がねこうなんかパーティードラゴンとかアンブレラとか結構かっこいい系になってきてるから、うん、もう本当になんかアーティストのライブっぽくしたいんですよ、うん、なんか普通にもうなんかもうあゆのコンサート見に来たみたいな波の勢いで来てほしくて、うん、でそのためにはやっぱステージも本物のステージを見せなきゃいけないし、っていうのでやっぱダンスとか 歌とダンスはもう本当にガッツリやりたいと思ってるし、うん、あとなんかゲストさんというかいろんな人とフィーチャリングしようと思ってて、今回なんかステージの主のなんか主メイン主ね、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 主人の主はわしなんよ、うんうん、私だね、すげー読解力私慣れてきた、うん、良かった良かった、さすがだよね、なんか分かってくれるわけさ、主ね、主ね、柱ね、主は私のメインがアイミン、アイミン大きな木、基本的にいるのこいつは、こいつはね、うん、アイミン、あ、こいつっていうかアイミンね、そう、私がいいのよ、うん、いるんだけど、なんかその、うん、いろんなアーティストさん、例えば DJ の方だったりとか、そう、なんかギタリストさんとか、うん、そういう人と一緒にセッションして、うん、ステージをいろんな色にしていくっていうのをすごく考えていて、うん、で、すごい DJ ジュミさんっていう女の方がいて、うん、女の DJ の方なんだけど、まあ、その人がずっと DJ ついてくれて、うん、で、あとはそのダンサーの女の子だったりとか、うん、あとはLAR っていうグループなんかいるんですけど、あの私がプロデュースしてくれてるつるさんという、うんうん、DJ つるつる、そう SDA でデートの秋元先生、そうですね、つるぴーも、つるぴー、はい、つるぴーも今回出演、うん、おはい、LAR というグループ組んでいて、あの方も、うん、なので、あ、はい、ダンスボーカルユニットなんですよ、うん、男性の、まあ、その方たちとフィーチャリングをしたりとか、ほんとギタリストのカットさんっていう方にギターを弾いていただいたりとか、うん、もうなんか主は私なんだけど、主は私なんだけど、まあ、いろんな方とこうミックスして、うん、そういろんな色のステージを見せていけたら、なんかその一個一個のステージをなんか飽きないようにこういろいろ作り上げてるっていうことを企んでる。すごいね、だってこれ1日でやっちゃうんでしょ。で結構本当に楽しんでいただけるんじゃないかなっていうふうに思ってる。聞いてるだけで盛りだくさんじゃん。そう、結構盛りだくさんですね。めちゃくちゃ贅沢な、贅沢ですよね、時間に。そうなんす、ギターの人ともセッション。そう、ギター、私ギター弾けんけど、うんうんうん、なんかウクレレかなんか持とうかなとか思ってんだけど、ウクレレハワイサイズの、そうそうそう、うんうん、まあでもなんかそういうなんかロックな感じだったりとかもあったりとかして、まあ企画なんかも考えてたりとかしてます、うん、楽しみだね。楽しみだしさ、うん、そういう構成をつるぴーとアーティストあいみんがこう日々練ってるわけでしょ、うん、そうですね、もう真剣になっちゃうよね。本当にワンマンライブのことしか考えてないもんね、最近は、うんうんうん、寝れないよね、夢にも出てくるよ、なんかいろいろワンワンっつって、うん、でもあいみんは本当にその SDA の在籍時から、うん、もう歌も歌えるし、ダンスも踊れるし、振り覚えも早いし、ちょっとおバカキャラだけど、すごくトークもあれだから、スーパーサブというか、もうみんなに、スーパーサブって何、なんかスーパープレイヤー、スーパープレイヤーとか、マジ、なんか実はみんなに超頼られまくりで、誰も頼ってこないでしょ誰が頼ったよ、違う違う、あいみがそういう風なキャラを出さないから、うん、マジそういう風に見られてないかもしれないけど、すごく器用で、何でも実はサクサクっとできちゃう、そのあいみがアーティストとして新たな一面を見せるっていうことで意気込んでいるこのライブ、
面白くないはずがない、ね、どうしたのってなっちゃうなんか、なんかあの私なんかも何も持ってきてないけど大丈夫マジでちょっとなんか通販番組的な、うんうん、いやいやっていうのは本当、ね、本当だから、うん、すごいこれは絶対に見に来てほしいね。そうなの、うん、ぜひぜひ。なんかさ、うん、こう卒業するまでは不安だったんですけど、こうやってソロになってさ、お互いにやってると、うん、いい刺激受けるもんだね。あ、でもそれあるよね、うん、結構その SD みんなそうじゃん、私も夏秋もそうだし、うんうんうん、結構やっぱみんなに会うと受けるよね、いい意味で、うん、いい意味で ね、受けるっていう単語がそっか、うん、この人やっぱすごいなとか、うん、この子こんな魅力あったんだってのがさ、うん、ツイッターだったりブログだったりテレビで知れるよね、うんうん、確かに。でもその一人が私的には本当アイミンなんだよね。私、うん、アイミンだよ、うん、本当に。だってさ、7作連続でクリエイティブにものを作り出すって、うん、時間も限られてるじゃない。そうですね。だからこう一曲一曲に全部魂込めたいわけじゃない、やっぱりアーティストとしては。それを連続でやっちゃうというのがすごいなって、嬉しい。今全部制作終わったの、それともまだね、うんうん、結構段階中、段階中、段階系、うん、考慮して、うん、まあじゃあ12月までのでまだ作ってる曲がある。そうですね、まだまだ、うん、模索系な感じで、うん、え、じゃあさ、この1曲目と2曲、うん、パーティードラゴンとアンブレラの他の曲はどんな曲なの？これはもうまだね、ちょっと何も言えない、まだね、うん、シークレット、シークレット、うん、シークレット、シークレット、ここはシークレット、ここちょっと引っ張りたいですね。引っ張りたい、うん、ちょっとヒントちょうだい、ちょっとヒント。でもワンマンとかに来ていただけたら、うん、結構もうね、先取りちゃん系、先取りちゃん系、先取りちゃん系できちゃうんじゃないかな、うん、もう本当にないじゃん。いや、まあ、本当でしょ、うん、言ってやって、夏秋のファンの人にも行くしかないじゃんね。こう夏秋が言えば来るかもしれないからこのなんかあの公開ごますり的な感じそうね、でもね、まあ、でもじゃあ最後にこの番組のテーマが笑顔なんだけれども、うん、あ、そうそうだね、そうなの、そう、笑顔なんだけれども、あいみんがとても笑顔になれる瞬間、場所があったら教えてください。でも一番笑顔になれるところってやっぱり自分をさ、こうさらけ出せる場所だから、うんうん、私はステージの上だと思って、マジで。それで結構楽しいのよ。楽しくないですか、うん、やっぱステージの上って楽しい。そう、なんか本気で笑えますよね、うん、なんか自分もなんか笑えちゃってるし、うんうん、自分存在も笑っちゃってるし、なんか、うんうん、そうで、みんなもなんか笑ってくるし、うん、なんかそうね、笑顔になってくれると、そう、だから私が、みんなが笑ってくれるとやっぱ、うん、笑えますよね、うんうんうん、なんかステージかな、うん、あとはなんだろうね、やっぱでもステージの上かも、うん、一番は、うん、一番は24歳になったし。そうなんですよ、うん、誕生日ね、あいみんサプライズで SDN のメンバーにお呼びしてもらったんですよ。そうそうそう、うん、お前ら来なかったけど、ちゃ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 って言ね、誘われましたよ、みゆちゃんからメールで。みゆ急だからさ、いつもそうそうそう、あいつ急なんだよね。焦った焦った、行きたかったよね、めちゃくちゃ行きたくて、うん、もうなんか予定とかもう電話してずらしまくったんだけどそうそうそう、聞いたのそれを、うん、そうそうそう、ね、ありがとう。でも気持ちだけマジで嬉しいです。いや、私もサプライズだったから、うん、何が何だか分かんなかったの。そうだよね、正直普通になんかちょっとご飯食べに行くぐらいのノリだったの、うんうんうん、しかもその日なんか岩手にいてさ、私ライブで、うん、誕生日ライブで岩手にいたんですよ、うんうん、で岩手帰りよ、うんうん、岩手をこうから帰ってきたのよ、新幹線で、うんうん、夜じゃんもう、うんうん、でまぁ、あ、ちょっとほんと、まあ、ちょっとお疲れモードだし、うん、もう本当にちょっとどうしようかなと思ってたんですけど、うんうん、まあでもせっかくちょっと会おうよって言ってたから、うん、みゆだけだと思ったのよ最初、うん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 、そう普通に行ったらなんか午前0時を過ぎたらみたいな感じになって、うんうん、うわーマジサプライズみたいな感じで、うんうん、もうみんないて、あったかいよね、あったかいよね、兄ちゃん一旦 CM、 ここで CM、 イエーイ。
はい夏秋サンデーサプリ。はい、というわけで楽しい時間はあっという間に過ぎてしまうもので、まずはあいみん、今後のお仕事の告知がありましたらお願いします。はい、先ほども言いましたけれども、大山あいみん、この度7作連続で、配信リリースすることになりました。イエーイ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そうなんですよ、ありがとうございます。6月からスタートしまして、6月は、デビューシングルのビビダラッキーブー、そして、I Believe 心の中のメロディー、そして、7月にはパーティードラゴンが、配信されました。で、次のアンブレラが、配信されるのは8月の28日になっております。本当にね、7作連続なんで、毎月毎月自分私の曲を皆さんの携帯に、加算していってください。よろしくお願いします。どこでダウンロード？iTunes とか、Amazon とか、本当なんか、なんだろう、主な、配信サイトならどこでもできると思いますので、出た、主、出た、主な、主、主っつときはなんとかなるかな。キーワードはね、主、すごいね、そんな大きいところで、そうなんですよ。だから、ぜひ皆さん、ビビビッとダウンロードしていただいて、ね、どこでも、電車の中では聞いちゃいけないけどね、いろんなところで、私の曲流してほしいなと思います。そして、ワンマンライブが決定いたしました。日時は8月の24日、19時から、スタートです。渋谷のグラットさんにて行います。タイトルは A パーティー、ラブピース&リスペクトです。ぜひぜひ、これ本当に大山あゆみの24歳の魂をぶち込んだイベントになっております。バースデーと配信リリース記念と、そして初ワンマンと、そしてソロ1周年っていう、結構その大所帯、大所帯系な、お祝いしたいことがいっぱい、結構ミックスしてるイベントなので、ぜひぜひちょっとでいいから気になった人、ぜひ一歩だけでもいいから、ちょっと私のイベントに立ち寄ってもらえたらなと思っております。あとあれじゃん、忘れちゃいけない、8月の17日、我々一緒にぜひ、そうなのよ、タッグをよろしくお願いしますね。もらって、場所が秋葉原ツインボックス、もうホームだよね、あそこなんかね、マイホーム、我々のホームで、 AKB 劇場の次にホームができちゃったよね。お昼は夏秋の生誕祭にあいみんも出演してさせていただきます、くださって、夜の部秋葉ガールズフェスタで一緒に久しぶりにライブをやりますので、これは結構うちら考えてるよね、いろいろ考えてます、ね、結構夜な夜な電話してね、やたら電話する、夏子でーとか、次、あきこですって一緒じゃねえかよみたいな本当に変わったどっちだよみたいな今電話大丈夫ずーっと、で、ちょっとなんか分かんないことは、あきちゃんに変わるねーとかするというわけで